妖怪の人か。やった、今から修行できるな。はいはい、今行くってばよ。ナルト君、一緒に来てもらおう。サスケ、いや違う、でもサスケのシャリンガンと同じ。誰だ。しかしこんなお子さんにあのキュービがね。えちょろちょろされると面倒いですね。足の一本でもぶった切っておいた方が。なんだって、てめえ何言ってんだ。俺が黙ってると思うなよ。ナルト君、おとなしくついてきた方がいい。脅しのつもりかよ。怪しい二人組にんなホイホイとついていくわけねえってばよ。ナルト君、イタチさん、ここは私に任せてください。遊びは終わりだ。今度こそ足を、いや、まず腕を切り落としましょうか。怠けてんじゃないぞ。交代してくれ。俺は休む。遅れたのは悪かったけどな、すげえこと聞いたんだよ。あのイタチが帰ってきたんだそうだ。なんだって、まさか。本当だ、渦巻きナルトを追ってるって。詳しいことはあっちで聞けよ。あの裏切り者め、よくも里に顔を出せたものだ。どうやら常人の間だけで秘密にしているらしいから、よそに漏らすなよ。特にサスケの耳には入れるな。わかった。あいつがこの里に帰ってきただと。しかもナルトを追ってる。どういうことだ。あいつが捕まったら終わりだ。その前に俺が。ナルトはあのおっさんと出発した。だが行き先は